ほぼ日韓糸井新聞は、コピーライターの糸井重里が主催し、株式会社ほぼ日によって運営されているウェブサイト。一般にほぼ日と略されており、サイト内での通称としても交渉されている。元来、日韓では更新の精神的プレッシャーや、コンテンツ的にも厳しいと考えた糸井の案で、余裕を持たせて、ほぼ日韓と称してはいるもの。 発足した1998年6月6日午前0時のサイト開設以来、毎日何だもともとは、糸井個人のウェブサイトとして始まったが、T シャツや手帳といった物販に力を入れていき、高い収益性を誇る、国内有数のサイトへと成長した。現在、1日に約150万ページビューに達しており、個人のウェブサイトとしては、日本最大規模を誇る。 公実の通り会員制の有料コンテンツや広告スペースの販売などを今日まで一切行っていないにもかかわらず2014年には年間売上高が30億円に達した2012年にはポーター賞を受賞している2005年10月までに入居していた明るいビルほぼ日の事務所はビク坂下の明るいビル内にあったが2005年11月に青山へ引っ越した後 ページ規模の拡大に従い幾度かの転挙を経験している。伊藤石毛里によって毎日執筆されているエッセイのようなもの、トップページに掲載されている。サイト開設以来、一度も休むことなく毎日書き続けられている。大きな特徴として、これまでに執筆された過去のエッセイは残されておらず、その日のうちに読んでおかないと次の日にはデータが更新されてしまう。 ただし、過去のエッセイ等をまとめた書籍が販売されている。伊藤石毛里自身がゲストを招き、対談を行うコンテンツも多様な業界の人物が訪れる。過去に登場した人物の一例として、明石アさんま、荒又博士、一郎、川上博美、坂本隆一、桜桃子、萩本樹一、鈴木敏夫、立川談志、谷川俊太郎、田森、リ、福亭鶴瓶、 矢沢永吉、松本人志、原辰則、中畑清田口総、養老武、志、為末大等がいる。グッズとして多くの企画商品を開発と販売を大手のメーカーと協力して行っており、T シャツ、カレンダー、閉じ手帳、土鍋など多岐にわたる商品制作が行われている。ほぼ日の収益の中心となっている。特に、ほぼ日、手帳と呼ばれる。 オリジナルの閉じ手帳は、サイト例明機からユーザーの様々な意見を取り入れ完成された人気グッズとなり、進化する手帳として、現在でも毎年改良を重ねながら販売され、続けている。また、コンテンツから誕生した書籍が数多く発行されているほか、DC カードと提携したほぼ非クレジットカードまで発行された。その他、日清食品とセブンイレブンと共同で、 ほぼ非公式のカップラーメン、猿のおせっかいを制作、販売したこともある。糸井重里が制作したゲーム作品、マザーシリーズとのつながりから任天堂との関係が深く、開設以来、木の上の秘密基地という任天堂周辺の連載が続けられている。2006年には、任天堂が、 マザーさんの情報をほぼ日に優先的に提供したり、ほぼ日スタッフが任天堂ホームページのページを担当することや、共同で企画で行うなど緊密な連携が見られた。なお、任天堂の元社長である岩田里氏は、糸井との個人的信仰の下、ほぼ日の電脳部長の肩書きを持っている。これは岩田が本サイトの立ち上げと、糸井主里事務所内のオンライン化に友人として、 個人的に大きく尽力していたため、岩田や宮本茂を招いての対談も定期的に行われている。サイト上での展開だけでなく、様々なイベント運営も企画している。主なものとして、立川志之助を招いた落語会、気仙沼さん舞寄せ、東京ドームでの野球観戦、創刊15周年の記念行事として、働きたい点。 を2013年6月6日から17日に、渋谷のパルコミュージアム、同年12月28日から2014年1月19日に、梅田ロフト、2014年4月25日から5月11日に、福岡パルコで、それぞれ開催している。他に、ほぼ日の社員が厳選した商品を一堂に会した、生活の楽しみ店を2017年3月11月に、六本木ヒルズ、 2018年6月にエビス、ガーデンプレイス、同年10月に、阪急梅田本店、2019年4月に、丸の内で、それぞれ開催している。南青山時代のほぼ日の、飛び地2014年8月2日に、直営の店舗兼ギャラリー、飛ビチを、本社近くにオープンし、2015年2月22日には、その別館となる、飛ビチに、2017年6月6日に、 西日本の拠点を京都にそれぞれオープンしている。なお、東京のドビチは2020年11月29日付で南青山での営業を終了し、2021年1月6日に神田西基町の本社1階に移転の予定。株式会社ほぼひはほぼ日刊糸井新聞を運営する会社。商品の企画、販売事業も行っている。 1979年に、糸井重里の個人事務所、有限会社東京糸井重里事務所として設立され2002年に、株式会社へ、組織変更、2016年に、現在の社名となった。2017年3月16日にはジャスダックに、上場した。ほぼ日の収入の、約7割がほぼ日手帳の売上に依存しており、ゆえに、株式市場における、 凝縮分も小売業となっている出店ほぼ日に関するカテゴリー。ありがとうございます。